法上院は、京都府宇治市宇治にある神言、立州の寺院。本尊は、地蔵菩薩立像。次号は、上皇寺。三号は、阿弥鉱山。通称の橋寺の由来は、近くの宇治川に架かる宇治橋を、かつて当時が管理していたことによる。寺殿によれば、水戸天皇12年、聖徳大使の命を受けた、畑川和が宇治橋を架けた折、当時も改装されたという。 ただし、境内にある宇治橋断片の碑文によれば、宇治橋は元号寺の僧、道等によって大下2年に架けられ、当時はその際に宇治橋の管理のために創建されたとする。それ以降、当時は橋寺と呼ばれるようになった。鎌倉時代後期の公安4年、最大寺の最高などで知られる僧、永尊によって当時は再興された。永尊は、 公安9年に宇治橋を復興させ、それの完成に合わせて宇治川の中洲に、浮島十三重石塔を造立し、当時で、法上会を行っている。これにより、当時の陰号は、法上院となった。文明11年、三室と寺と論争になり、放火されている。室町幕府の援助などにより復興されたが、江戸時代の寛永8年にも火災に遭い、消失している。 浮島十三十石刀、ありがとうございます。